はい、どうも、お初にお目にかかります、地球上のすべての生きとし生きるものの嫌われ者、キマイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきますタイトルはこちら、死因というわけでして、今回で動画本数的に言うと28本目ということで、今回も頑張って、楽しくね、実況の方をやらせていただきたいなと思います。で、自分ですね、この通りって言っちゃあれなんですけど、むさぼうな上にね、非常に滑舌も悪いので、奇跡的にもね、こちらの動画をご視聴くださっている方の中で、そのせいで非常にね、ご気分の方を悪くされてしまう方もおられるかと思うのですが、そこをどうか、長い目でね、ご容赦いただけたら幸いかなと思います。いずれにせよ、ブサボはブサボなりに一生懸命頑張って、奇跡的にもね、こちらの動画をご視聴くださっている方に少しでも楽しいな、面白いなと思っていただけるようにね、頑張ってやらせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。で、ですね、これ毎回ね、ちょっとお話しさせていただいてるんですけど、死因ですね、やらせていただくときは、毎回ね、攻略サイトを片手にちょっと、やらせていただいてる、形を、取らせていただいてまして、で、なんでかっていうとね、結局その、やっぱ、テンポよくね、こう、サクサク進んで、行った方が、ご視聴くださっている方的にもね、おそらくストレスがね、なくて、いいのかなと。で、結局、このゲームっていうのは、結構ね、そのアドベンチャーゲームなんで、選択肢がね、結構あっちこっちでいっぱい出てくるんですけど、そういうのね、間違った選択肢を選ぶと、即ね、ゲームオーバーになって、またね、そこからやり直しみたいなのが結構あるんで、で、まあそういうのもね、初見チックな感じでいいかなと思うんですけど、結局やっぱテンポがね、そうなると相対的に悪くなってしまうので、で、やっぱりね、テンポよくこう、サクサク進んでいった方が、本当にね、ストレスなく、スムーズに、いけるかなと思うので、毎回ね、攻略サイドを片手に、もう、はい、最初から正解を選んでやっていく方がいいかなということで、攻略サイトをね、片手にやらせていただいておりますっていう報告をね、一応一つさせていただきたいなということですね。はい。で、そうですね、あとは、大丈夫ですね。ごめんなさい。はい。というわけでですね、今回は、前回の続き、第4章、ズー先生ですね。で、一応、対ズー先生、ボス戦は前回で終わってるんで、今はその、なんて言うんでしょうかね、その後、ごめんなさい、その後としか言いようがないんだけど、その後のところをね、これから今ちょこっとやって、で、第5章ですか、突入していくという形ですね。はい。では、今回もね、頑張ってやらせていただきたいなと思います。では早速続きの方をね、やっていきたいなと思います。そうね。助けられた恩もあることだし、あなたにだけ少し話しておくか。もしかすると私の印と関係あることかもしれないから。もしかして、地図のことか。そうよ。あれはね、この越市なの地下壕のものよ。ズカーが地下壕を見つけられたのもこの地図のおかげというわけ。50年以上も前の施設の地図をありがたがる理由がわからんのだが、それは秘密よ。ただね、もしかするとズカーが怪物になった原因はその地下壕にあるのかもしれない。おい、どういう意味だ。詳しく教える気はないって言ってるでしょ。私も疲れたのでもう寝るから。じゃあね。疲労の背中は客室へと消えてしまった。そして彼女の残した言葉だけが頭の中をぐるぐると巡っている。地下壕、陸軍、図川の変貌、それとあの地下壕に入った時の既視感、それらは何を意味するのか。ダメだ、今の疲れた頭ではそれらの語がただ明滅を繰り返しているだけ。考えがまとまりそうにない。今日はもう休んだ方が良さそうだ。見た方がいいかな。トークで自称室に。ちょっと待ってください。これは違うよね。これじゃない。
怖いな、これ本当に怖いね。あ、これか、教育至る道、これですね、今ゲットしたやつね。ちょっとこれ読んでいきますか。結構長くないか、これだよね、教育至る道。日記にその火事の原因については書いてない。だが火事という話はどこかで見た。そうだ、同じく図鑑の赤い手帳だ。実験動物に囲まれた彼女の研究の楽園、英知小学校の理科室。その楽園の周辺も火事だとあった。これは何とも奇妙な符号だ。少女時代の回想が終わり、日記や図鑑が学校を退職した後の、研究員時代のものになる。疲労と同じ職場にいる頃の日記だ。狂気との出会い。人間が嫌い。日々そんなことばかりが書いてある。そしてその憎悪に近い感情は MH との出会いで決定的となったとある。 MH とは疲労だろう。表向きは同僚の疲労とうまく付き合い、しかし裏では彼女を筆頭に人に対する嫌悪に満ちた内容。その図鑑が生物研究の仕事を通じて唯一興味を持ったのが、人間の能力や肉体を増強進化させる人体実験の記録だった。狂気を求めて。日記には個々の当然の怪しげな人体実験を検証したい願望が、さらに被験者は自分でも構わないとまで綴られている。どこでそれらを知り情報の収集を進めたかは定かではない。日記の終盤にはいくつか見覚えのある走り書きもある。陸軍地下壕、 MH の地図、マンホール、修羅。 MH の地図とは図鑑が疲労から盗んだ地下壕の地図だろう。狂気の始まり。仏像を抱えた白衣の女、図鑑は地下壕に出入りしていた。彼女をズー先生と変貌させた何かが地下壕にはあるんだ。愛禅修羅様、やはり盗まれた仏像につながる何かだろう。最後に図鑑学びの日記はこう終わっていた。先の大戦、仏の英知で私は剣をする人を終えられる。肉体精神、その境界を壊し、新世界の扉を開く。だそうですね。あ、そうなんだって感じですね。ごめんなさいね。じゃあですね。では早速次の章に行きましょう。メリーはもういない。今日はもう休もうか。今日はもう休むことにした。メリーが壊れてから丸一日が経過した。今はコンパスのない船で大量に漕ぎ出したようなものだ。どこへ流されているのかはわからない。流れ着く先に救いはあるのだろうか。あのさ、高山さん、今日一日なんとなく過ぎちゃったけどさ、いつもこんな調子なの？館の中を調べ終わったなら外を調べに行ってもいいんじゃん。メリーが外の人間と不要に接触すると印の進行が早まると言っていた。これ以上記憶が抜け落ちたらたまったもんじゃない。俺なんてここ10日部外者だとコンビニの店員としか話してない。レトルトやコンビニ飯しかないのはそういうわけね。でも待ってたところで事態が好転する見込みはなさそうね。症状が進んであなたみたいに名前を忘れちゃうのは困るんだけど、印の話を完全に信じたわけじゃないけどさ。顔が怖い。ヒロは声の震えを隠そうと声を荒げた。未だに印や怪異を頑固に否定しているようだ。内心ではすでに認めているに違いない。彼女の昨晩怪異の世界を体験したのだ。霊とか呪いとかありえないって、どうして私がこんな目に。唐突なノックオンにヒロが可愛らしい声を上げた。真夜中の訪問客、メリーでなくとも印人だと予想できる。今度は誰だ。おお、なんだ、医者か。医者っぽいな。入ってきたのは痩せこけた長身の男だった。
まるで生計を感じさせない肌、濃いクマに縁取られたうつろな目、失礼な話だが死人が立っているような感じだ。これどういう喋り方にしますかね。そうだな、タクエム君とヒロ君だね。こうするしかないな。ごめんなさいね。君たちやしるしのことはここへ来る前に安岡先生から話は聞いてるよ。ズー先生だっけ、昨晩は大変だったらしいね。どうやら安岡の知り合いだし、彼女がこちらの頼みに応じて手を回してくれたのかもしれない。じゃあまずは自己紹介から始めよう。僕は大門修二という、なりわいの方はまあ察しがついてるだろう。こいつをこうやって引っ掛けておくと説明の手間が省けて楽でさ。大門は肩の調子に今日指でつく。そのお医者様の大門さんはどんなご用事？眼鏡越しに大門を見る疲労の瞳が猜疑心でランランと輝いている。そう警戒しないでほしいね。かくいう僕に呪いの技、印があるんだ。男のシャツのボタンを外すと左胸には見慣れた印が刻まれていた。これさ、気がついたらついてたよ。けどまさか僕自身にこれが現れるとは思わなかった。部活に興味を持ったせいで罰が当たったのかもしれないね。部活に興味って、安岡さんに話を聞く前から印を知ってたのか。ああそうだ、軍医中佐だった祖父に残したカルテに妙な旗の記述があってね。好奇心で独自研究してたというわけさ。軍医の記録となると第二次世界大戦の頃の話だ。つまり50年以上も前のことになる。でもおかしくない、印の噂が流れ始めたのってここ1ヶ月前くらいでしょ。そんなカルテに残ってるのはもっと昔から噂になってそうだけど。もちろんそれだけの事情もある。印を発症した患者が現れたのは陸軍の秘密研究所だったんだ。終戦時その研究所に関わる機密書類は焼かれてしまったようだが、僕が見たカルテはそれを逃れたものだ。秘密研究所か、今一つイメージが湧かないな。大門さん、あなたまさか呪いの印が生物兵器だとかとんでもないことを言わないのよね。神がかりの軍人というものはどこの国にも一人や二人はいたからね。シリに火をついた戦争末期ならそんな計画もあったかもしれない。苦しい時の神頼みというやつだね。非科学的すぎる。高山さんもそう思うでしょ。可能性はしているぐらい判断するにはデータ不足、まあ判断するにはデータ不足だね。そりゃそうだけど、なかなか冷静な態度だ。その慎重さのおかげで今まで生き延びてこられたのかもしれないね。だが自分で言っておきながらなんだが、印が兵器とは考えにくいな。その研究所、第13陸軍技術研究所で開発されていたのは観音兵という品物らしいからね。観音兵、観音像を連想させる名前だ。50年前、そして仏像、まさかな。大門さん、その研究所はどこにあるんだ？いやね、それがさ、申し訳ないが僕は知らないんだよ。祖父の持ち出した資料に場所を示すものはなかったんだよね。そうか、あのさ高山さん、その第13陸軍技術研究所だけど、図鑑の書いてた例の地下壕のことだよ。昨日は例の古地図を取り出した。私だけの秘密にしたかったんだけどね。
でも印で死んだら知らんならないから白状するけど、この地図第13の国の美術研究所の入り口が書かれてるの。おいおい、本当なのかい。幸運した大門が接近。しっけ。ヒロ君、それをどこで手に入れた。半年前にうちのじいさんが亡くなってさ、遺品を整理してたら出てきたの。表に出てない秘密研究所だから、すごく面白そうじゃない。だから調べてみようと思ったわけ。それをじい先生、図鑑に盗まれたのか。うっかり地図のことを話しちゃってせいでさ、あいつはアブノーマルな実験とか好きだったし、興味湧いたんだろうね。やっぱりさ、図鑑が怪物になった原因はその秘密研究所にあるんだよ。そういう考え方は、引っかかる敵だと思うが。オカルトで怪物になるなんて、高等無形でありえないけどさ、科学的アプローチで怪物化したのは仕方ないんじゃない。疲労の中ではそういうルールやし、疲労君のおじいさんは研究所の関係者だったのかい。そうかもね。詳しく知らないけど、じいさんは美術大だったらしいから。ちょっと待て、第13陸軍技術研究所の関係者の子孫である二人に突然印が現れたことになるのか。つまりはそうなるね。僕とヒロー君の共通点なんて、悪意が見合うことを除いたらそのくらいだ。秘密研究所では、50年前印を刻まれたものが現れたという。そこに印の真実へ迫るための何かがあるかもしれない。そしてそこで研究されていたのが観音兵だ。仏像を連想する名前。近頃にあったズー先生の形跡。明治神社から盗まれた仏像と何か関係があるかもしれない。大門さんが話していろいろと判明したね。これも紹介してくれた安岡さんのお金ってとこかな。人の縁とはつくづく面白いものだね。大門さん、協力してもらえるか。ああ、もちろんさ。肉体労働だけは勘弁してほしいがね。やはり体の調子が悪いのか。そんなところだ。医者の不養生、なんだ、不養生だよね、これね。ね、そうですよね。医者の不養生だよ。ごまかすように乾いた笑い声を上げた。尋常の痩せ方ではないから、深刻な病気なのかもしれない。じゃあ、地下壕に行く？それなんだが、地下壕には鍵のかかった扉があって、奥へ進めなかったんだ。そういえばあの時、奇妙なじいさんに会ったことを思い出す。あのじいさんに話が通じるとは思えない。あそこから侵入するのは難しそうだ。高山さん、どこから地下壕に入ったの？警備屋町北通りのマンホールだ。なるほど。疲労が降る地図を広げ眺めている。確かに警備屋町に入り口があるね。でもさ、入り口は他にもう一つあるみたい。M の南裏通りってところだけど、そっちへ行ってみた？いや、まだだ。じゃあそっちへ行ってみようか。うまく侵入できるといいんだがね。どうかな。あ、そうですね。ちょうど切りも良さそうなので、今回はこの辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださりましてお疲れ様でした。ありがとうございました。今回はそうですね、第5章観音兵の、プロローグということで、また新キャラのね、大門さんでしたかが入ってきましたね。なかなか自分的には結構好みな感じのキャラクターかな、ああいうキャラクターは。ちょっとね、喋り方はね、まだキャラクターでね、
喋り分けをするのが結構大変なんですよね。声色変えたりしてね、本当ね、そう思うとプロの声優さんってすごいなって思うんですけどね、まあ、自分とプロの声優さん比べるなっていう話ではあるんですが、まあそうですね、大門さんは自分のイメージではもし声がある当たるとしたら、まあ多分声優さんいると思うんですけどね、ちゃんと、本格的に声優さんがもしつくとしたら、自分のイメージではミキ新一郎さん的なイメージなので、喋り方もねちょっとミキ新一郎さんっぽくしてみたんですけど、やっぱ全然ダメですね、似てないごめんなさい、ミキ新一郎さんごめんなさい、すいません。はい、というわけですね、また次回が楽しみということですね。はい、で自分ですね、これ以外に他にもシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、ウィッチャー3ワイルドハント、狼絶景版、ファイナルファンタジー15に、ザ・シルバーケース等を出させていただいております。で、それ以外にですねごめんなさい、ブロードキャスト配信なんですが、アサシンクリードオリジンズ、ホライゾンゼロドーン、新三国無双8に、ファークライ5などやらせていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね動画をアップさせていただくにせよ、必ず事前に自分がやらせていただいておりますツイッター等で、ご報告させていただいております。毎回動画説明なんですね、自分がやらせていただいております各種 SNS の URL を、リンクっていう形でもって貼らせていただいております。沖の方が気になりましたので構いませんので、もしよろしければぜひ、そちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、そうですね、今回奇跡的にもこちらの動画をご視聴くださった方の中でね、自分みたいなのもいいなと思っていただけたらね構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回視聴詳細キマイマン37がお送りさせていただきました。死因ですね、動画本数的に言うと28本目がこれで終了させていただきたいなと思います。で、ですね、自分ですね、シリーズ動画ですね、いくつか出させて、ごめんなさい、さっき言ったよ、ごめんなさいね、シリーズ動画出させていただくときは、毎回ね、2本ずつ出させていただいておりますので、次回も29本目、あるいは30本目ということでね、よろしくお願いいたします。というわけでして、改めまして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださりまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回、もしくは別の動画にて、皆様にお会いできることを楽しみに、今回はこれで失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。